皆さんこんにちは。最近少女漫画の沼にハマっているナオトです。今回は僕が最近読んで衝撃を受けた漫画を紹介したいと思います。今回紹介する漫画は岡田文子さんのほんの少しの水です。まずは岡田さんの経歴をウィキペディアに頼りながら簡単に言いたいと思います。岡田文子さんは1949年生まれの北海道出身の漫画家で、以前紹介した阪神の作者の萩尾望都さんも彼女のファンみたいです。そして手塚治虫さんが作った雑誌コムを中心に活躍していたそうです。このほんの少しの水は短編集なんですが、ほとんどの収録作品がそのコムで発表されています。まず驚かされたのが、萩尾望都さん同様圧倒的な文学性でした。表題でもある最初の話のほんの少しの水は、貴族のような女性が物乞いに施しをするシーンから始まるんですが、その中の一人の物乞いがその女性にこう尋ねます。お聞きしたいことがあります。自分の家が金持ちだということのほか、どんな権利があってあなたは人に施しをするのだろうかと。しかもその文はページの左上の小さいコマに目を思わせる謎の絵とともに書かれています。そしてそう質問された女性は、言葉では形容できないような何とも言えない表情を浮かべて深く謝罪します。哲学的で皮肉でもある答えがないような問いがアーティスティックな絵とともにいきなり出てきます。その後の展開は、その女性が物乞いに恋をするんですが、その物乞いは妬みや自虐を言葉に込めてその女性を拒絶します。そして何も分かり合えないまま二人は別れます。残酷な運命を受け入れること、そしてある種の諦めもこの物語からは感じました。また胸を抱き首をかしげるヘルマプロリトスという作品は、ギリシャ神話を扱っていて、男女が合体して両性具有者になる様子を抽象的に表現しています。これは正確には文学的とは言えないかもしれないんですが、岡田さんの知識の広さを感じ取ることができました。単純な完全懲悪の話やハッピーエンドで終わる話はほぼなくて、運命、死、罪、性、輪廻、そして人間そのものに対する岡田さんの考えや答えのようなものが漫画として表現されています。そのことは文学的であるための条件を多分に満たしていると思います。そしてアーティスティックな絵と絵のスタイルの多様さにも驚かされました。最初の話のほんの少しの水では、イギリスの画家のオーブリー・ビアズリーの絵を思い出しましたし、前述したギリシャ神話の話にはピカソで有名なキュビズムの絵のようなコマもありました。また夢の中の宮殿という作品の中にも、そのような西洋絵画を思わせるコマが随所にありました。ウィキペディアによると、岡田さんには好きな画家がたくさんいて、特にムンクが好きだったそうです。もちろん短編作品を主に描いていたからこそ、いろいろなスタイルに挑戦できたんだと思うんですが、ここまでシュール寄りの西洋絵画を想起させる絵は初めて見ました。そして文学性と密接に関係している物語の暗さ、希望のなさ、おぞましさも岡田作品を特別なものにしている重要なポイントだと思います。ニヒリズムと言ってもいいかもしれません。分かり合えない人とは分かり合えないまま物語が終わりますし、とてもポップでアーティスティックな絵で、いじめや争い、猟奇的な殺人までも描かれていて、収録されている10作品中5作品の最後のコマに RIP Rest in Peace と書かれています。もちろん前述したギリシャ神話の話のような暗くない作品もあるんですが、少なくとも元気が出る明るい作品はこの短編集にはありませんでした。岡田さん自身による後書きにも、運命には抗えないというようなことが書いてあったので、その思想が作品に強く影響を与えていると思います。
いずれにしても短編漫画こそ最も自由な芸術なんじゃないかと思うくらい、いろいろなスタイルの漫画を体験できましたし、一回読んだだけじゃわからない難解な物語やその裏に隠されたメッセージを探る楽しさも味わえました。漫画が第9の芸術と呼ばれるようになって久しいですが、岡田さんの作品を読めば新しい観点からその芸術性を発見できると思います。下のリンク先で別の短編集の試し読みができますので、気になった方はぜひ見てみてください。これからもいろいろな漫画を紹介していきたいと思います。この動画のスクリプトとその中で使われた難しい単語の英訳も下のリンク先で見ることができますので、見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。次はスーパーマリオ RPG の最後の動画です。じゃあねー。